こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですけどね、自分がね、いつも撮った動画を、見直したりするとね、すごくね気になる部分っていうのがあるんですよね。それっていうのはね、何回か話したことあるんですけどね、笑顔の話をするんですけどね、自分ってね、こう口元がこう下がってて、それでちょっとなんかへの字に曲がってて、なんかね、眼相っていうか、もう長い間ずっとね、性格が卑屈っていうか、あんまり笑顔も出さない、笑顔も下手で、あんまり笑わない、そんなね感じで、その眼相がもう出ちゃってて、長い間ねやっぱね逃げてばっかりで、それでね、逃げの口実がね、苦労してるみたいな、そんなね家族が病気でとか、そんなねことばっかり言ってたんですよね。それでだんだんそういう風に眼相に出ちゃったのかななんて思いました。それでね、やっぱね、こう運勢金運とかそういったのを調べてると、結構ね、笑顔がそういった金運をこう呼び寄せたり、健康運もそうだったり、笑顔ってすごいこう、パワーがあるんだななんて思って、それで何回もね、こう自分いつもねこうやって口角上げる練習とか、無理にでもどんな時でも笑顔を、作り笑顔でもいいので作る練習はしてるんですけどね、やっぱね、もう長い間そういった性格だったり、なかなかね、ここのところ気をつけてても治らないのかななんて思っております。笑顔でいると、すごく金運もアップする。やっぱね、お金っていうのはね、そういったところに集まってくるとかもよく言いますしね、健康運なんかもこう上がるっていうのは、やっぱね、笑顔でいると、なんか癌細胞って一日に普通の健康な人でもたくさん できてるそうなんですけど、それをね、笑顔によってできる NK 細胞ってだか B 細胞だかって、なんかちょっと詳しく調べなかったんですけどね、そういったのがね、そのがん細胞をやっつけてくれるんですけどね、笑顔の人はこうなんかそれがすごく増えるってことで、それで健康にもつながる。なんかね、昔こう大リーガーのこうカードってありますよね、大リーグカード、野球カードみたいな、日本でもねポテトチップスについてたそんなカードだと思うんですけど、トレーディングカードっていうんですかね、それのね、アメリカの研究でそのカードに写ってる写真が笑顔の人と笑顔でない人の、寿命を調べたところ、笑顔の人の方がこう数字的には分かんないですけど長生きしてるっていう、そんなね調査結果もあるっていうことで、本当にね、笑顔が大事だななんて思いました。自分もね、こうやっていつもこうやって鏡見ながらやったりもしてるんですけど、なかなかね動画を撮ってるとね、こうへの字型になって、やっぱねそれが隠しきれないななんて思ってね、以前こう TikTok で動画配信してた時にコメントで、こう口がへの字に曲がってて、お主相当苦労してるなみたいな、そんなねコメントもらったこともあるんですけどね、別にね全く苦労してるわけではなくて、苦労してるふりをしてたらこうなっちゃったみたいなね、そんな感じだと思うんで、笑顔って本当大事だなーなんて思いました。やっぱね、こうただね笑うんじゃなくて、本当はね大笑いした方が、もう腹の底から笑う、そうした方がいいそうなんですがね、本当に作り笑いから始めてみて、それでもね、金運とか運気がアップするっていうことですんで、ちょっとね、もっともっと笑えるようにやってみようかななんて思っております。はい、ではね、今日は笑顔の重要性をね、話そうとしたんですけどね、あんまりね、こう自分が笑顔がうまくないんで、なかなかね、伝わりにくいかもしれないですけど、無理にでも笑って、それで金運とかいろんな運気を引き寄せましょうって、そんなことを伝えたかったです。では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。